やっぱり変だね。君の私に対する態度だけではなく、官兵衛殿に対する態度も。言い寄られているだけだったら追及せずにいたけど、どうもそれだけじゃない。官兵衛殿を見る目に警戒の色が浮かんでいる。何か重大なことを胸に秘めているね。さすが光秀殿、見事な観察眼だ。けれど確証を得ていないことを軽々しく口にするわけにはいかない。それに先ほどからの私の態度では信じてもらえそうもない。そんなことはありません。やれやれ。ねえ蛍、答えにくいなら質問を変えるよ。私に打ち明けられないのは信長様にあだなすことをしているからなのかい？いいえ、それは違います。なら私の前で口をつぐむ理由は？お話ししても信用していただけないだろうと思うからです。私は今まで君の報告を疑ったことはないと思うんだけどね。ま、いいよ。君にそう思わせた原因は私にあるのかもしれない。情にもろいと君を危ぶんだり、君を試すような真似をしてきた。時には色を使わせてもらったりしてね。だけどそれだと君はどうやら不服なようだ。だから方法を変えてもう少し私から歩み寄ることにするよ。蛍、ちゃんと君の話を聞くからありのままを話しなさい。今までの付き合いで安土を守ろうとする志の高さだけは理解してきたつもりだ。その君が任務に支障をきたすほど悩んでいるんなら、私が相談に乗ってもいい。君の預かり役としてね。光秀殿、私だって知っている。光秀殿の安土を守ろうとする志の強さ。ならば私が今ここで迫る危機を伝えなければどうするのだ。私が浅はかでした。すべてお話しいたします。あれは灯籠流しの夜です。官兵衛殿が私のもとを訪れ、そして傘の人物は夜の城下で七助姿に扮した私を安土の盾と当て、伊賀の同胞を装い偽の密書を渡していきました。ふん、密書ね。はい、その文からは伊賀が安土の盾を通じ安土を攻めようとしているかに見えますが、密書は誓って偽物です。伊賀のものではありません。それは分かったよ。念を押さなくてもいい。私は官兵衛殿傘の人ではないかと疑っております。そして官兵衛殿が傘の人ならば、灯籠流しの夜好きだと告げたのも油断させるためのことかもしれません。今となっては尋ねることもできかねますが。だがなかなかの策だね。この密書本物だと君が信じていれば、信長様の急所の情報は敵方に渡っただろうから、早くこの密書の送り主を突き止めなければならないだろう。君の言う通り、御前試合で官兵衛殿の立ち筋から目をそらさない方が良さそうだ。はい、そういたします。ホタル、ちょっと耳を貸しなさい。はい。私はね、誰かを信用するというのが苦手なんだ。でも今は君のことは信じてもいいと思っている。
情にもろく色に鈍くても君の志には一目置いているから。信じている、その言葉をずっと待っておりました。へえ、頬まで染めてそんなに嬉しい？はい、とても嬉しいですそう、よかったね。あ、ええ、光秀殿の笑みがいつもよりお優しい。よかった、本当に。おはようございます、姫様。お支度はお済みですか？ええ、おはようございます。もうすぐ朝げの時間ですね。兄様は起きていらっしゃいますか？いえ、光秀様はまだお休みかとお部屋の外から声をかけたのですが、お返事がありませんでしたので。あ、そうか、光秀殿のお部屋に入れなかったんだな。でも光秀殿はいつも膳の用意が不要の時はあらかじめ伝えられるはずなのに。もう少ししたらまた様子を見に行ってまいります。姫様は朝げにおいでください。いえ、私が様子を見てきます。私ならお返事なしに襖を開けても兄様を許してくださるでしょう。それはそうですわね。では姫様、お願いいたしますわ。ええ、わかりました。兄様、まだお休みですか？兄様？お返事がない。気配は感じるのだけれど、やはりどこかお体の具合でも悪いのでは？お姿を見なければ確かめようもないな。少しだけ中を覗いてみよう。見間違い？もう少し襖を開けてみよう。これはいとけないと言ってしまってはお気を悪くなさるだろうな。かけていた余儀を抱え込まれて、まるで大きなわらわが眠っているような。うん、私の気配に気づかれたのだろうか。兄様。誰？桔梗です。兄様、起きてください。ダメだ、遊戯を離されるご様子がない。このままだとまた眠ってしまわれるな。少し揺すってみようか。兄様、兄様、朝げができております。お人さんが困ってしまいますから。うるさいね。私の小鳥、もう少し私の腕の中にいなさい。せっかく誰かを信じるのも悪くないと思ったのだから。光秀殿、そんな風に思っていただいていたの？どうしたんだろう、胸が高鳴っている。ではなくて、光秀殿を起こさなければ。光秀殿。だからうるさいって。君、何をしているの？ようやくちゃんとお目覚めになられた。あ、あの、おはようございます。
ございます。みっともないところを見せたね。いえ、お酒の用意ができましたので。わかった、後で行くよ。はい、では。驚いた。寝ぼけていらしたとはいえ抱きしめられてしまうなんて。妹を妹と思っておられぬような振る舞いは何の益を生むのだろうな。わざわざ坂本から呼び寄せてまで。こたびは誰にも見られていなかったからよかったものの、官兵衛殿にもあのように言われてしまったんだ。少し気をつけなければ。そう、やっと光秀殿の信を得たと言っても、私たちは表向きには兄弟、任務の上の関係でしかない。あの一瞬の胸の高鳴りもきっと勘違いなのだから。兄様、桔梗です。入ってもよろしいですか？どうぞ。待っていたよ。明日の午前試合について確認しておこうと思ってね。そういえば七助は随分気合が入っているらしいじゃない。城内で噂になっているよ。気合が入るのは当然のことです。明日は何があるか分かりません。備えは必要かと。そうだね。くれぐれも信長様の恩義に危険なきよう務めを果たしなさい。信長様の天下不武がなされる前に大事など決してあってはならない。承知しております。ならいい。話は以上だ。明日は頼んだよ。はい、失礼します。明日になればわかる。獣を仕掛け信長様の命を狙っていたもの、そして私の同胞を装い罠にかけようとした者が、本当に官兵衛殿かどうか。さあ、いよいよ午前試合だ。若武者に変化して修練場へ向かおう。うわ、大盛況ですね。羽柴軍の方々を送るためにと皆集まったんでしょう。それもあるでしょうけど、噂では今回の御前試合は褒美が豪華だって聞きましたよ。ああ、そういえば皆さんへの花向けのため信長殿が愛馬を授けられるそうです。黒金という漆黒の毛並みが美しい馬だとか。へえ、褒美は馬なんですか。それはすごいな。ねえ家康殿、黒金がどこにいるのか知ってますか？ええ、おそらく信長殿の御座所の近くにいると思いますが。よかったら後で見に行きましょう。ああ、それはいいですね。褒美は馬か。さすが信長様、素敵なお計らいだな。その信長様は、そばには光秀殿と蘭丸がいる。任せておいて心配なさそうだ。第一試合に出られる方、そろそろご準備をお願いします。ついに始まる。私の出番はしばらく後か。それでは第一試合開始。やーっ、信長殿、黒金を見せていただいてもよろしいですか？ああ、構わん。家康殿、半兵衛殿、試合をご覧にならないのですか？ええ、この後すぐに。この機会に信長様の名馬を見せていただけるなら僕もぜひ便乗したくて。半兵衛殿も馬がお好きとは気が合いそうで嬉しいですね。おい、見るならさっさと見ろ。
黒金はすぐそこだ。あ、はい、ありがとうございます。わあ、噂にたがわない良い馬ですね。ええ、美しい青影で陽光に照らされて艶めいています。かわいいな。かわいい、僕はかっこいいと思うんですが。確かにそうですが、つぶらな瞳は愛らしいというか。はあ、そうですか。何にせよこの馬はいいですね、とても。秀吉、貴様、勝負事は真面目にやれ。いやいや、御座所のそばに賑やかす役がいないとつまらないでしょう。官兵衛殿が勝ったということは、次は、続いては第12試合、七助殿対官兵衛殿。やはり官兵衛殿との試合。七助殿か、よろしくお願いしよう。はい、剣を合わせればわかる、この人がミッションを渡した忍びなのかどうか。ああ、二人とも気迫がみなぎっていらっしゃいますね。うん、見応えがありそうだ。ええ、もっと近くで見たいところ。信長様、私は少しおそばを離れてもよろしいですか。おお、貴様がそこまで食いつくとはな。構わん、行け。ありがとうございます。光秀殿、目を離しておいてよいのか、ラン。もう始まるぞ。ああ、本当だ、隙のない良い構え。俺も参考にしよう。今なら誰もこちらを見ていない。タカと猿の時は事前に術をかけることができたけど、この子を操るのは今しかないかな。黒金や信長を殺せ。よし、これで完了。あとは勘弁、しっかり、君がこの黒金を持って帰る約束だろ。これくらい言っておけば十分かな。ふん、そういうことか。それでは試合開始。さあ、打ってきてください、官兵衛殿。なんだ、馬が突然乱入して。あーだ、信長様、ここは俺が。いくら乱丸でも暴れ馬の勢いを止められない。このままでは信長様が。苦難を投げて馬の動きを止めれば、あるいはどうするべきか。絶対に信長様を死なせない、苦難を投げよう。乱丸、加勢する。秀吉殿。秀吉、黒金。いや、躊躇している暇はない、正確に狙うしか。馬の動きが止まったぞ。信長様、今のうちにこちらへ。ああ。今度はこっちに。いけない、手負いの黒金はもう誰を傷つけるかわからない。なんとかしないと。みんな落ち着きなさい。光秀殿。てか、君何をしているんだい。光秀殿、お怪我はありませんでしたか。ああ、私は問題ないよ。申し訳ありません、苦難を投げるところを人に見られてしまいました。今はひとまず身を隠します。わかった、早く行きなさい。はい。
しかし今のは一体。あれは区内だろうな。区内？七助殿が投げたように見えた。まさかあやつ困難に乗じて信長様を討とうとしたのか。なんてことだ。いや待て、七助殿の所業は馬の動きを止めるためだ。バカ言え、あいつの正体は忍びだったんだぞ。今まで名を偽り城内に紛れ込んでいたのは全て信長様の命を狙うための策に相違なかろう。あやつおい、七助殿はどこだ。姿が見えないと。早く探さねば。一体何が。こりゃちょっとまずいか。